すみません、今日のインディナックス駅には何か英語でそれっぽく書いてあるんですけど、今日の発表内容はこの発表内容になります。で、この発表内容なんですが、先日ですね、8月の、頭くらいに行われたこの、情報処理学会と、電子情報通信学会というのが共催して行っているスモット2013という研究会があるんですね。並列処理と、サマーワークショップパラレルワークを動かしたら、やつで北九州で行われたんですけど、こちらの方で発表した内容になっていまして、どこだっけ、いっぱい並列して、本当にワークショップ自体がいいんですけど、すごいこういうのがいっぱいあるんですが、ここにこう、続きがピンク、ここで発表した内容になります。なので、もともとの発表は私がやったわけではないんですけれども、今日はちょっと、人の都合で私が今日発表させていただきます。よろしくお願いします。で、ですね、まず最初に組み込み機器に OS 適用するときに、どんな課題があるかっていうところで、最近マルチコア CPU が登場してきたっていう、搭載が結構これも増えてきていますし、実際搭載したりされているんだろうっていうことで、私たちもこのところをかなりこう有効活用していきたいということがあります。そういった中で、Linux 自身をじゃあ使うというメリットは、やはり今後感じていて、そういった意味でこう、Linux をうまく使いながら、じゃあ私たちが作る組み込み機器に対して、必要な性能とか、機能をきちんと埋め込んでいくためにはどうしたらいいかということを考えていく必要があるというのは、私たちの思っていることです。そういった中で、マジコアをうまく使うために、コアごとに、例えばOS を独立させて、で例えばリアルタイム系と汎用系で、共存させてやるという技術が、ハイブリッド OS としてあるんですけれども、そういったアプローチでやると、結構複雑なシステムになってきてしまうということと、やはりハイブリッドにすることで、例えばマイクロライトロンと Linux を共存させると、結局マイクロライトロンに引っ張られて、で今までこう Linux で解決しようと思ってきたことができなくなっちゃうんじゃないかという、こうジレンマがあります。でそういった中で、じゃあ私たちシングル OS で、リアルタイム系と汎用系をうまく共存させることができるんじゃないかとい う, こう期待を込めて、今いろいろと活動しています。で、前回のランポリで、私どもの部門の鈴木が、CPU アフィニティを使ったハードルパーティショニングってどのくらい移行できそうなのかということをちょっと評価で発表してみました。でその内容はすでにウェブの方に上がっていますので、そちらを参考にしていただければと思います。で、私たちが目指しているものはマルチコアでシングル OSでリアルタイム性をきちんとリアルタイム系では確保していきたいというものになります。で、リアルタイム性能を上げるとは割り込みの応答性能をまずきちんと確保して、で必要な時間必要なデッドラインまでに応答を返すということを、やりたいと思った時に、まずはじめに浮かぶものっていうのはリアルタイムプレミションパッチをうまくきちんと使ってそれをチューニングして適用していくということが考えられると思います。でそういったところで、改善できるのは、まず割り込みの、遅延時間をきちんと、指定時間内に抑えて、でそれで処理を開始して、それからさらに処理を終了するまでの時間保証をどうするかということを考えていく必要があります。でそういった中に処理時間をきちんと保証するためには、ハードウェア、例えば CPU の時間や必要なデバイスなど、をきちんとリアルタイム系に割り当てる必要が出てきます。そこで CPU アフィニティの機能を使って、リアルタイム系のタスクにはきちんとリアルタイム用のコアを割り振って、でそこの中に全ての機能を閉じ込めてしまう。またデバイスなども、そちらの方にうまく割り振ることができるように、変えていけば、性能面でどこまでっていうところの限界値は見えていないんですけれども、
もうまくできるのではないかということを考えました。で、実際にCPU アフィニティを使って前回ちょっと実験やったんですけれども、実際に、私たちがこう期待しているところとしては、タスク、プロセスなどを、特定の CPU コアにリアルタイムタスクとして、動作させて、そこのコア上で動作させているものに関しては一切の一切の変な影響を及ぼさないということが、効果として、期待しています。そういった中で例えば、他のコアで動いているものっていうのは、リアルタイムコアの方で動いているものに対して、何かこう処理がマイグレーションしてきてしまってでおかしくなってしまうとかというと、そこでもうレイテンシーの問題が発生してしまうので、そういったところで問題が起きないようにするということがまず一つあります。でそういった中で、私たちは CPU のアフィニティっていうものをうまく使って、実験をしていたんですけれども、まずアフィニティを使わない場合にどういうことが起きたかというと、リアルタイム性が必要とするものに対しては、応答遅延を300マイクロセックの周期タスクで回していたときに、どうしてもデッドラインミスが発生してしまう。また、デッドラインミスが発生しない場合でも、やはり安定した応答性能が得られなくて、この赤い丸のように、不安定な性能になってしまうという問題がありました。で、CPU アフィニティ、じゃあうまく使ってやってみたらどうかということで、一回やってみたんですね。これが真ん中の結果です。で、そういう時には、なんとなくこう、この辺が20から60マイクロセックくらいで応答が開始できていて、いいかなと思ったんですけれども、これをずっと長いこと回していくと、途端に1ミリセック程度の、遅延が時々発生するという問題に、行き着きました。で、これがなぜ起きたかということを詳細に調べていったんですけれども、それを調べていくと、まず CPU アフィニティをこう使っていくとしても、ですね、このコア専用のカーネルスレッドというのは各コアごとに1個ずついて、これの、処理っていうのはですね、各コアに完全に紐付けられてしまっているという問題がありました。で、その代表的な、Linux のコア専用のカーネルスレッドの処理としては、タイマー処理とか、高精度タイマー処理とか、あと、コア間のマイグレーション処理とか、そういったものは挙げられるんですが、今回これをやったときに一番問題となったのはですね、タイマーのカスケード処理っていうのがありまして、時間が進んで、ある程度のこう、タイマーを経過すると、リストを全部登録されているものに対して一回舐めるんですね。で、それがコアごとに登録されていて、かつ、リアルタイム用、タスク用のタイマーじゃないタイマーのリストも、リアルタイムコアの方にも登録されてしまうので、結局そこの、ところでカスケード処理を全部処理するにあたって、すごいこうリアルタイム性が低下してしまう。で、それが原因で1ミリセック程度の、遅延が発生してしまうという問題がありました。で、このカスケード処理の特徴としては、割り込みの禁止処理の状態で、実行されていて、割り込み禁止っていうのは結局のところ CPU コア1個に限定しての割り込み禁止なんですが、それがリアルタイムコアだった場合に、そこの中の処理を全て止めて、で、そのカスケードの処理を実行しないといけないというところで、すごい時間がかかってしまう。あともう一つ問題は、そのタイマーがどれだけセットされているかという上限に制限があるわけでもないので、実行時間の予測も難しいという問題がありました。で、さらにこう、キックレスカーネルにした場合には、一度に行うこうカスケード処理の実行時間が膨大になってしまって、さらにこう、なんか、性能の悪化を招くという結果となりました。そこで、考えとしては、リアルタイム用の CPU コア上のカスケード処理の対策を何とかしなくちゃいけないということなんですが、結局のところタイマーが登録されて、で発火したことが原因、要因となって、
最終的にはカスケード処理に結びついてしまうので、まあ、タイマーのリストっていうのを可能な限りリアルタイム向上は空にしておくっていうあの対策を取れるのではないかと考えました。ですので、本来ここに入ってくるタイマーっていうものを全てこちらの方に全部入ってくるごとに、なんかリクエストがあって入ってくるごとに全部マイグレーションしてあげて、で、もう責任は全部こっちのリアルタイム系じゃない方に押し付けるという、そういった対策を導入しました。で、それを実現する上で、タイマーっていうものを3つの、問題を起こすタイマーの種類に分けました。でまず一つがですね、汎用、こちらで動く CPU コアが、で動くこうタスクが、RT タスクのこちらの方にを実行する前に登録をしてしまっていた周期タイマーなどがあった場合にはそれを、なんとかしてほしい。で、2番目には、リアルタイム用 CPU コアの、コア専用ハーネスレッド、こいつ自身が、タイマーを何か登録していた場合というのと、3番目は、リアルタイム CPU コアの専用ハーネスレッドがリアルタイムタスク開始前に登録したタイマー、要は、リアルタイムタスクじゃないものに関連付けられているタイマーを何とかしなくちゃいけない。この3つが、対策として、対策を講じないではいけないタイマーになります。で、対策を講じなくてもいいタイマーというのも当然ありまして、リアルタイムタスク自身が利用するタイマーのみは、この、CPU コアの上で実行するようにするというふうにしました。で、まず、この汎用 CPU コアが、汎用 CPU コアの上で動くタスクが、要は RT タスクの開始前、だからアフィニティが設定される前ですね、に登録したものに関してはですね、まず、RT 用の CPU コアの関連スレッドと汎用タスクの、関連スレッドを、汎用タスクの方に移動してしまいます。で、それで登録済みのタイマーを履歴をもとに、CPU コアの方に、移動するというこのタイマーマイグレーションというものを実装しました。で、次に、どの問題と歯の問題というのはですね、RTCPU コアのコア専用カーネルスレッドが登録したものなんですけれども、それに関しては、まず、のに関しては、もうとにかく、このコア専用カーネルスレッドの方に登録が入ってきてしまった、タイマーの登録処理っていうのを全て汎用コアの方に限定してしまうっていう対策をしました。でもう一つ他の問題に関しては、すでに登録されていたタイマーが一旦発火するのは待つんですけど、発火するまで時間がある場合に関しては汎用 CPU コアにどんどんマイグレーションしてしまう。でそういう対策を、取りました。で、一旦こう、汎用の方にマイグレーションしてしまうと、あとはまた時間がある状態になるので、どんどんマイグレーションできるように、マイグレーションが終わった状態になるので、そちらの方に行くという状態になります。で、結局それをやってどうなったかっていうのが、カーネルの、トレースログによって実際に見てみました。で、この件を実装する前っていうのはどうなっていたかというと、この一番の、まず上のこう図になりますけど、上の図の一番のところにありますように、こういう周期タスクをこう実行しているときに、この CPU コア1で周期タスクを実行しているときに、時々このカスケード処理が発生していて、大幅な遅延が実装されて、起きてしまうんですが、それが、この遅延に関する部分が、提案機能をうまく実装してあげると、このところで次の方に追い出してあげることができるということで、安定した応答性能を得ることができるようになりました。で、まあ、こういったことをこう今回実装してみて、うまくいくようになったというところまでが、今私たちが得ている結果になります。
で、まとめといたしましては、まあ、単一の OS でリアルタイム性を向上するために、まあ、そういったこうとにかく、リアルタイムコアに対して何らかしらの依存するような、登録する処理が、行われる場合はそれをきちんとマイグレーションするという手法を実装する必要があるということが、挙げられます。でこれ実際にですね、実験を行ったカーネルは 3.6 系のアーキーパッチで行いました。で、まあ、3.10 の方ではどうなのかというのは試してないんですけれども、その時点ではこういった問題が非常に大きな問題となっていて、でなかなかリアルタイム性に大きな影響を及ぼす状態になっていました。でそういった中で、構成用のカーネルスレッドというのを発生の問題を解決して、それによって安定した応答性能を達成することができるようになりました。で今後これどうやっていこうかと思っているんですけれども、実際にこれはやろうとすると結構設定とかも面倒なので、そういった中でまず設定をうまくしやすくするということと、あとは、その他 の, まあ、イベントなどに関してもコア専用管理スレッドというのがあるので、そういったものを見直して改善できればと考えています。以上が発表内容になります。ご清聴ありがとうございました。質疑をどうぞ。どうぞ。まずあんまり対話をよく分かってないんですけど、そのコア専用カーネルスレッドの登録者対話を他のコアに持っていくっていうことは、はい、他のコアで動いた対話スレッドがその隣のコア専用なんだ、RT専用のスレッドを起こすっていうことですか。はい、要は時間が来たら、要は自分ではもう自分と同じコアでチェックされないわけですよね。隣に出ちゃうので、はい、だからこいつがチェックして、うん、タイマー、要するにハッカーのやつが来たら、はい、隣を起こす。隣を起こす。なるほど。そういう感じで。で、思ったのが、移動のオーバーヘッドってどんなもんなのかなっていうのが一個と、はい、移動はやめて、もともともうタイマーを見ているスレッドを特定のコアでアフィリティ割り当てるってはないんですか。要は、なんで全部のコアで動くようになっているのかなっていうのが。なんで全部のコアで、今のままと各コア上にタイマーリストがそっくりなものがいっぱいあって、はい、どこででも動く可能性があるから、はい、RT 専用にせっかく割り当てたのにそこでもタイマーを見に行っちゃって時間が取られてるみたいな、それをそもそも特定のコアでしかチェックしないっていうようにはできないんですかねっていう、はい、あ、なるほど。移動させるんじゃなくて花からもうそれにしてしまう。花からだから何でしょう、最初に登録してあったものは花から移動してあげればよくて、うん、で後から登録されてきてしまうものっていうのは今の段階でリナックスロードバランシングを勝手にしてくれちゃうので、そのままだとどこに登録されるかっていうのは分からないんですね。でそれをまあ、アフィニティを使った時点で、コア専用のところに絶対こう来ないようにするっていうのも必要なので、この部分をきちんと実装してやる必要があると思います。これダイアンキュアフィニティ、ダイアンキュアフィニティともまた違うんです。あれはもっと下のアイアン級レベルだから。移動のオーバーヘッドってどのぐらいあるか、要はなんか移動ってことは移動先もしばらくだからタイマーを触れないようにしないといけないので、結構なんか瞬間的になんかいろんなものが動けなくなるのかなと思ったりもする。そんなこともない。それは設定時はオーバーヘッドはあるので、要は設定してからちゃんと動かしてね。ただリアルタイムタスクが動く前にやっぱり動いちゃってる、自身の設定によっては動いてしまっているタスクもある可能性があるので、そういったものはちゃんとケアしてあげましょうという感じになります。はい、すっごい初歩的なことにちょっと前提、あれ AMP モードで使わないでこういうふうに単独でやりたいなって思ったっていうのは、なんか AMP ものに言ったら CPU、はい、特定の OS とかをそのコアに複数の中からなんかシステムを動かすみたいな。あ、それはハイブリッド OS のやり方で、そうです、はい、それハイブリッドってやつ、要は下にですね、このもともとこの AMP を始めている
ところの、あの高田先生とか、名前であの先生、高田先生、森田先生っていうのは、あのトッパーズっていうマイクロアルコールを開発してる方なんで、であのそこで、軽量 の、 あの、アームトラスゾーンという機能を使った、軽量 の、 あの、仮想開発 OS を実装するスイッチャーって、セーフ実験をやってきてるんですね。でそういったものを使って、開発 OS をやるっていう方法もあるんですけれども、それだと結局マイクロアルコールにリアルタイムで引っ張られて、実装も全部引っ張られてしまうという、そういった、あの欠点っていうか、まあ、そういった問題もあるので、私たちとしては、まあ、Linux をなるべく使っていきたいっていう話があるので、そういった前提でシングルOSでやりたいっていう話になっています。あくまでも Linux でリアルタイムして食べるっていうところで大事なんです。はい、で、その辺の発表の、実はですね、あれ、すみません。これ、CPU Affinity による云々の話の前に、弊社の別の方が、あのその政府 G をじゃあどうやって高速に切り替えられるようにしようかって、そういう話もしていたんですね。はい、なので、だからアプローチはあるんですけれども、今回、私たちがやったのは、あくまでもリラックスにフォーカスを当てるというものになりました。ありがとうございます。実際そのあるプロセスをあるコアに割り当てた場合って、はい、そのプロセスはそのコア上でだけ実行されるようになると思うんですけど、はい、例えばそのプロセスがすごい、まあ、なんかあんま CPU を使わないものだったりとかして、はい、その時に他のプロセスがそのコアにで実行されることはあるんですか。その、まあ、CPU アフィニティっていうのは要はあるプロセスをあるコアに割り当てるっていうことしか言ってない。その上限を決められるので他は全部排除できますね。なるほど。何も来ないようにしたい。とにかく何も来ないたとえその指定と、あの、あるプロセスが 0.1% しか CPU を使わなかったとしても、はい、他のことはやってほしくない。だからそれ C グループ何で実際にはその何の機能を使ってそれは実現できるんですか。CPU アフィニティっていうのはもともとともうちょっと上のレイヤーになると C グループ数になるんですけれども、その下にアフィニティっていうのはもうちょっと、あ、そうなんですね。 C グループ数の下にそういうのがあるっていうのがなる。それは、どうぞ。ちょっと、あの、同じ会社で聞くのもあれなんですけど、バウンディパッチを当てて、はい、大体300マイクロぐらいのリアルタイムが出ているって話だったと思うんですけど、はい、今回、このシビアフィニティ使ったことによって、リアルタイムが崩れたっていうこと で、その原因が、はい、タイマーのリストのカスケードを処理だったっていうのは、はい、バウンディパッチを使ってて、普通に CPU マイグレーションやっていても、はい、同じ現象は起こりうる。CPU マイグレーションは、CPU、アフィニティを使っても、使わなくても起こりうる。リアルタイムプロセスが邪魔されることは、今のリラックスだとありうる、ありうるんですけれども、アフィニティを使っていると、それが顕著に現れる。うんうん、その CPU アフィニティの、アフィニティの機能は、はい、ユーザー空間からとか、簡単に利用できるんですか。できます。あ、どういうようなあれを使いますか。ファンクションをうまく呼べば。ざっくりでしょ。ざっくりです。あとは、あの、システムコールは、システムエッセとかの、あの、インターフェースをベースに、あの、設定することができる。そういう設定ができるということなんです。さらに細かくやろうとすると、ファンクションをうまく呼べます。あ、わかりました。はい。ちょっとしたいですけど。ざっくりやるだけだ。ああ、そうですね、タスクセットはそうですね。タスクセットって結局そのあるコアをあるプロセスをコアに割り当ててるだけで、多分リミテーションをかけたりとかできないんですよね。でもそれも確かにシステムテストにしたいなって。あ、そうなんですか。そのセットにグループにどれだけ割り当てるかっていう。ああ、なるほど、わかりました。逆に言ったら、そのさっき言ったそのバランサーが、ロードバランサーがそこを考慮してないっていうところがちょっと今問題だっていうことですよね。ロードバランサーがちゃんとバランスしてくれちゃってる。そうそうそう、バランサーは公平だから、そう、公平にしてくれって言ってる。そうですよね。だからそこのところにつまり矛盾が今生じていて、そうです、ね、そうです、ね、そのあのローレベルで考えるとちょっとまだ矛盾が生じていて、そこのところはケアしきれていないっていうのは問題だと思います。
このアプローチは多分システム全体で効率化はもうどうでもいい。とにかくある RT を理想的なスピードで、あとは犠牲を全部払ってもいいから、そうです、早く。ロードバランサーはそれとは違う考え方だとすると、そうそう。専用系をとにかく組み合わせたいという要求があって、でその中でもリアルタイム系は汎用系のところは本当に犠牲にしてもいいから、何とかしてほしいという要望があったというのが一番出だしですね。あともう一つすみません、はい、タスクを CPU にやってるというのは、はいはい、IRQとかのハンドラーから立ち上がるカーネスベクトレベルで、はい、要するにリアルタイムプロセスを守ることができる。あ、それもできます、ね。私ども結構ひどいことを思って、もっとひどいことやっていて、シングルコアでなんとかできないかって言われたこともあって、ただそれは一つ条件をつけていただいて。特定の割り込みしかそのリアルタイムは使わないイベントとしてという条件があったときに何をしたかというと、スレッドで実装するのをやめました。本当にその割り込みの中で全部処理して終わったらそういうめちゃくちゃなことをしたこともありますけど、それをやればリアルタイム系はある程度というか結構いいところができます。なんだっけ、リアルタイム全部止まってリアルタイムプリエンプションパッチを当てるとそもそも割り込み処理が普通のスレッドになっちゃう、スレッドになるじゃん、はい、しかも普通のだからそれをあえて反したものを1個だけ作る、1個だけ作りました。そういったことをやったこともあります。あ、なんか関連しそうな話なんですけど、はい、ARM の CPU だと割り込みって、はい、普通、まあ、IRQ の他に FIR っていうのが、はい、あるんですよね、はい、で、Linux カーネルでその FIQ っていうのはどういう扱いになってるかっていうと、実はカーネルは FIQ に関して関与しないということになってるんですよ。なのでFIQ の割り込みハンドラーは一応登録はできるんだけど、そこに関しては一切カーネルは感知しないので、そこのところにその本当にリアルタイムな処理を書けば、カーネル そのオーバーヘッドを受けずに書くことができる。ただし関与しないわけだからカーネルのリソースを一切触ることはできないしっていうような状態だったけども、まあそれも一つの実現の方法らしいというのを最近どこかでたまたま見つけました。それがまさに CFG っていうハイブリッド系がやってることで、ね、FIQ は全てトラスト系でもうリアルタイム系にしていて、うん、IRQ は Linux の方に配慮するっていう感じになってます、うん、どうですかね、よろしいですか、どうもありがとうございました。ありがとうございます。改めて